本土、ビシュヌ・プラーサート・ワット・プーは、ラオス南部にある、クメール人により建てられたヒンドゥー人員の遺跡群である。クメール人により、プラーサートとして建設されたが、ラーンサーン王国時代に、ラオ族の勢力がここを占拠するに至って、この城が、新生死されたことで、新たに、ワットとして位置づけられた。チャンパーサック県内プーカオ山のふもと。 メコン川から6キロ余り離れたところに位置している。この地には5世紀頃にはすでに寺院が存在していたようであるが、現在残っている建物は11世紀から13世紀の間に建てられたものである。炎をたどっていくと本堂へと導かれる構造になっており、本堂では芝に献納された林画が湯水に沈められている。 このヒンドゥー寺院は後にジョーザブ仏教の礼拝施設へと改修されて今日に至っているプーカオ山その山頂にリンガのシルエットをいただくワットプーはもともとシュレスタプラという町に属していたシュレスタプラはかつてリンガパールバータと呼ばれていたプーカオ山のすぐ東メコン川沿いに広がっていた5世紀の後半には町は 王国の首都として機能していたようである。この王国に関しては、新郎とチャンパー王国の双方を想起させる資料や碑文が残っており、このプーカを山に建てられた最初の建造物はこの時代に作られたものである。この山はその頂のリンガの形をした独特のシルエットから新生しされるようになり、山それ自体は芝の家に、 川は海やるいはガンジス川に例えられるようになった。そして、寺院のすぐ背後から湧き出る水は、聖なるものと考えられるようになった。遅くとも十世紀前半の野生バルマン一世の、地世にはこの地は遥か南西に位置するアンコールを、中心とするクメール王朝の一部だったようである。このクメール王朝時代にシュレスタプラの町は、 寺院の南側に位置する新しい町にとって変わられた。そして寺院は新しい建物へと置き換えられ、その際に、建材は再利用された。現在見られる寺院は主に11世紀の古景、バプーオン時代に建てられたものである。王朝の支配する2世紀の間に、王朝内の他の寺院と同様、細かな改築が繰り返され、その後寺院は、 神座部仏教の施設へと改修される。王朝が滅ぶと、ワットプーは仏教施設として、ラーを族に引き継がれた。そして現在でも毎年2月になると、祭りが開かれている。以前に、修復の住んでいたホローの教会表以外の建造物にも修復が施された。2001年、ユネスコの世界遺産に登録された。 プロジェクトでリシェルシェズ EN アルケオロジラオバットオフザエンシェントシティザサンクチュアリザスプリングフリーマンエーガイド2クメールテンプルズインタイランドアンドラオス P200 から201イコモスレポート P71 イコモスレポート P72 ありがとうございます